ハローラー、こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスターサンムーンやっていきます。今日まだ引いてなかったので9時引きに行きます。9時引く。何が出るかな、発表します。ハイパーボール、お、8、久しぶりに8等。あまり当たらないんですよね、8。多分ね、3回目ぐらいな気がする。ほっ、ということで対戦バトルスポット行ってみます。はい、行ってみます。コニタさん、よろしくお願いします。相手のポケモン、あ、ゲンガー、メタグロス、カイリュウがいるということは、炎技が打てる子が欲しい。練乳と入れて、あ、でも1枠じゃない気がするな。ミミキュー、練乳と海流あたりが出てきたとしたら、パルシェンのつらら割りがやっぱり良いと思うので、ここにしていきます。はい、よろしくお願いします。どうかな、カップ系があると。あ、全然違った、ハッピナス。おお、ミミキュウにしてしまった。ハッピナスか、初ハピナスくん、ノーマルなんですよね。そしたら変わらん割りがある子にすればよかったです。どうしようかな、待って、じゃれつきます。うん、よい、チラチラ瓦割りをガブリアスが入れてたので、そっちに選択した方が入りましたね。おー、毒、これでままう。ほい、舞います。よし、卵海、体力は満タンだ。ここでダメージは受けちゃうけど、じゃれついていきます。入るかな、えい、ありがとう、ミミッキュー、急所。ハピナスは倒れる。でも、毒で削られていっちゃいますね。あとは命の玉持ちなので、削りが大きい。何が出てくるか、不安です。ハピナス対策のミミッキューではなかったんですよね。カップさんかな、カイリュウか。カイリュウくん。もうこれは何もせずともじゃれついていこう。一回待ってる？うん？待った方が良かったかな。カイリュウ、かわいいな。引っ込める。あれ？ゲンガーを取り出した。もうじゃれつくにしてしまってる。どう？お、いけた。今一つだけど。いや、ミミッキュ、毒ー、もう一旦でもう頑張りきれない。カイリュウを送り出した。はい、じゃ、じゃれつく、最後のじゃれつくよー。ミミッキュ、ありがとう。相手の海流は倒れた。そして命が削られて、コニタさんとの勝負勝ってました。ありがとうございます。ハピナスさん、レッド戦初でしたね、かわいい。でもノーマルタイプの子がいるっていうのは、そこでガブリアスを選択に入れなかったっていうのがちょっとね、
いけなかったかなと思います。はい、もう一戦いってみます。対戦を続ける。お、伝説のポケモン音楽で、アツシさんよろしくお願いします。ハッサムがいる。おー、カイリュウ、ハッサム、カプさんで、するとパレットパンチも来そうなので、ここでハッサムさんにはミミキを当てたいから入れていきます。で、ガブさんとかも、カイリュウガブさんがいるからパールシェンでしょ。あとは鬼しずくもかな。鬼しずくもさん決定。アツシさんよろしくお願いします。初手カップさんかハッサムさんかなと思うのですが、違うかな。初手の一発目、私はミミッキュー。あ、やっぱりカップさんだ。うわー、エレキメーカー10万ボルトあたり来そうなので、一回それで剣の舞10万ボルト。あ、マジカルシャインなんだ。ほう、化けの皮剥がれる、まずい。チャキン、待ってしまった。シャドウクローにしておけばよかったかな。どうする、ちょっと怖いから駆け打ちにしたいのですが、どうしようかな。いや、シャドウクローにしてみます。マジカルシャインもう一回かな。10万ボルトだ。これは耐えられるんですよね。はい、ありがとう。急所当ててくれました。で、弾で削られて、もう少しミミキュが頑張ってくれるはずです。向こうもミミッキュー、はい、かわいい、ハート出てる。じゃあ影打ち、私はもうちょっと影打ちしかないかなと思います。ここまで来てもうちょっとしか HP がないっていうのもあるので、化けの皮だけ剥がしていきます。ほい、向こうも影打ちですよね。これで後ろにバトンをつなげる、バトンというかあれだね、タッチ交代。さあ、どっちにしよう。パルシェンのスマートフォンは確かにありなんですよね。鬼しずくもよりはやっぱりパルシェンなのかな。はい、パルシェン、行けパルシェン。どうする、スマートフォン、これで行ってみます。つららばりもありかとは思ったのですが、こっちにしました。よう、技的にはね耐えられるはずなんですよ、2回ぐらい。これでもうちょっと、どうする、耐えてくれると思うから、もう一回スマートフォンにします。お、技の選択が、これでいけました。はい、ガブリアス、最後はガブリアスさんだったんですね。そしたらもうここはつららばり、殻を破るしたいけど怖いからつららばり、剣の舞とかを持っていないと思うんですよね、ガブリアスさん。玉持ちミミッキュさんだったっていうのもあって、タスキを持ってるんでないかと思いました。読みはね、違うかな。よいしょ、よいしょ、はい、パル
レゼンありがとう。アツシさんとの勝負勝てました。ありがとうございました。技の構成等がガブリアスとミミキュ一緒でした。カップさんだけ私は使ってないので、どんな技が入ってるのかはいつもねびっくりするんですよね。うん、マジカルシャインやっぱり入ってる子は多いですね。ではでは、今回はこれで終わっていきたいと思います。はい、今回に関しては勝てたのですが、あの王者の印持たせてあってっていう状態なのですが、まだ投げてくれてないので、パルシャンじゃないパルシェンを使っていくの楽しみですね。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!